日本語コンテッペイ。日本語コンテッペイ,テッペイ子供と一緒に行ってます。日本語コンテッペイの時間です。皆さん元気ですかで？今日は朝の気分について。悪くないですね。皆さん元気ですか？おはようございます。日本語コンテッペイ朝の時間ですね。日本語コンテッペイ夜とか日本語コンテッペイ昼の時間もありますが。 今日は日本語コンテンペン朝の時間、えー、気分がいいですねはいまあ、昨日よく眠れましたよく眠れた時の次の日の朝、えー、結構いい気分ですね <laughs> はいまあ、昨日はやっぱりちょっとあの体と心精神その両方がいい感じで疲れてました。 これが大事です、ね、疲れすぎてないでも十分疲れているこれが結構大事ですね。あの体が疲れすぎてるとなんか朝やっぱり疲れが残ってるでしょ、えー、そして心が疲れすぎていると精神が疲れすぎていると例えばまあ本当ににんかたくさんの刺激とかたくさんのストレスとか。 そういうものがありすぎると多分あのよくは眠れないね。だからまあある程度ですよね。ある程度やっぱり何事にもえー、まあ限度があるし何事にもバランスがあります。全然疲れてないのも悪いけど疲れすぎているのも悪いんですね。ちょっと十分疲れているこれぐらいがちょうどいいわけです。昨日は多分そのバランスが良かった。 体は十分疲れたたくさん歩いたしたくさん子供と遊びました、えー、走,走ってないかなでも速く歩いたり、えー、足そしてあのー、まあ精神的にも <laughs>、まあ、まあまあまあやっぱり子供と一緒に遊んだしあと、まあ、奥さんと一緒に精神的に家族と長い時間を過ごすと精神的に十分疲れますね。 えー、レッスンは全然問題なかったですけどまあとにかくとにかくですよなんかあのよく眠れたんですねはいよく眠れてあのー、そうですね朝とてもいい気分だったうんえー、そしてまあ今日これから一日が始まるわけですけどまああのー、朝気分がいいと一日が始まるのがこう嬉しいですよね はい、やっぱこういう毎日を過ごすべきですねできることなら、はい、最近ねやっぱり朝結構だるくてコーヒー飲んではあやっとあのなんか普通になるみたいな、まあ、そういうのが続いてましたよね理由は何かな理由はやっぱりいろんなバランスの悪さですよね多分疲れすぎていたりあの十分疲れてなかったりあの体が 疲れてないとか、あのなんかいろいろなことですよね。はい。なんか頭だけ疲れて、体が疲れてないとか、えー、そういうことが多いですよね。だからやっぱりね、少し運動した方がいいですよね。特に足ね、足が疲れるっていうのはあの多分よく眠るために十分だい十分というか大事なことですね。やっぱり昔昔の人たちって。 歩いてたんですよね座るっていうことがほとんどなかったまあ昔々ねあのちょっと昔じゃないですよあのちょっとあの50年ぐらい前とかそういうのじゃないですよ最近ね僕の子供がなんか「あー昔ねー」みたいなこと言うんですよね昔ねって例えばなんかこう「お猿のジョージとか「でモンキージョージね「キュリウスジョージとか「お猿のジョージとか あとなんかいろいろなアンパンマンとかねそういうあの子供のもっと小さい時に子供がもっと小さい時に好きだったキャラクターとかの話をするでしょお前これ好きだったよねみたいなねそしたら子供が「まあね昔はね」とか言うんですよ昔ってま子供にとって昔は1年前とか2年前とかに昔なんですよね ま、確かに僕の子供にとって1年とか2年っていうのは、まあ、人生のそうですよねだからまあ、まあ、10%15% とかになるのかなはい結構大きいですよねまだそうですよねだから10歳の子供にとって1年というのは人生の10%でしょ5歳の子供にとっては あの20%になっちゃうんですよね。<laughs> 1年というのはね。だから僕の子供にとってもまあ、そんなもんですよね。1年って長いんですよ。生まれてまだ7年しか経ってないからやばいですよね。まあまあも,もうすぐ8年ですけど。まあ、あの僕たちとは全然違うんですよね。僕にとっては1年そうですね。少しずつそのパーセントね。その割合が。 少なくなくくっていくんですよねそ <laughs> そうそう,そう,そう、まあ、だからとにかくまあ子供にとって昔っていうのは全然昔じゃないんですけど僕が今話してる「昔昔昔」っていうのは人間がまだあのなんかこう狩りをしていた時代とかね山に行っていろいろなまあ動物もしくはあの果物もしくは木の実もしくはきのこ。 まあそういうなんかいろいろな食べ物を毎日毎日探しに行ってあの村みたいなとこを作り始めたような時代ね。もしくはそのもう少しあとまあ少なくともまあ1,000年以上前違うのは日本だったら多分そうですね100年以上前で十分ですね。100年前100年以上前 100年以上前の人たちはほとんどの人があの農民、ね、農家で働いてたはずですからやっぱりたくさん足とか体を使ってましたよね。で毎日毎日仕事をして毎日ですよ昔のまあ今でもそうですけど農家っていうのは農業ですよね農家っていうのはまあ週末とかないんですよもちろん。まあ、最近はね、まあ、色々な、 方法をを使っってて休みを取ってますけどでも基本的には毎日毎日畑に行って毎日少し働くんですよね毎朝畑に行くでそういう生活をしていたはずですねで,長い長い間でやっぱり足を動かすとこう体を使うと精神がやっぱりこう落ち着くっていうかあのまあ犬とかだってそうでしょ毎日歩きたいですよね あの犬が外を歩いてる時って本当に楽しそうでしょであれ,あれと同じように人間も動物ですからもっとあの外を歩いて、ねえー、考えた方がいいいと思いますよねだから考えるっていうかこう感じるやっぱたくさん歩いたりしまた歩き過ぎもは悪いですよでもある程度毎日歩いたりまあ、僕は走らないけど。 あの体を使った後やっぱり夜よく眠れますよねびっくりするぐらいただねこのバランスが難しくてやっぱり疲れすぎると眠りの質が下がるんですよねだからこのちょうどいいぐらいに疲れるこれがとても大事ですでそのそれが結構難しいんですねあの結構難しいなぜ何かこうまああとはあれですよね気候もありますよね気候 昨日の夜はあの暑くない寒くないやや涼しくてあのどちらかといえば肌寒いぐらいちょうどいいんですよやっぱそれぐらいの日はよく眠れます暑い日はよくない最近暑い日がちょっと多かったんで暑い時はよくないです全然眠れないあの深く眠れないそして寒すぎてもダメですねもちろん昨日はちょうどよかったですよね だから朝子供もあのいい感じに起きたし僕もいい感じに起きたし奥さんもそうでしたねやっぱり3人とも朝こういい感じに目が覚めて今日一日あの頑張るぞこういう日があのもっと増えるといいと思いますというわけで皆さんもできるだけあのよく眠れるように一日の過ごし方考えてみてください というわけで、そろそろ時間ですね。チャウチャウアストレゴ、またね、またね、またね。